本当おとなしくなったけど、そこに椅子には乗らないことになってるんだけど、なんかお客さんが来ると乗るね、不思議だね。いいと思ってるかもね。その時は特別だと思ってるかも。普段全然乗る気ないのにね。僕の方が上とか思ってるのかな。あ、ここのうちの主みたいな気持ち。いや、そんなことない。気づくってな。わかんない。いや、目線も一緒にしといのかな。お客さんはここに座るから。うん。あ、一緒に。あ、あんたまた始まったよ。あ、だんだんちょっと。だんだん調子出てきちゃったよ。だと。あんたジャージ着てきたけど。そう。さっきまでお利口だったよ。おーでん、おーでん、噛まないよ。調子に乗ってる。あれさっきお利口さんだったよ、僕は。どうしてんの利口だって。お手をすればいいと思って。そうそう、お手をすればいい。お利口さんだ、この手をすればいいと思って。さっきお利口さんだったよ、僕は。ほら、おーでん、おーでん。ね、はい。お利口さんになりましたでよ。だんだん慣れてきた。よかったよかったね。いい感じして。お利口さんだとここにいられるって。よかったね。Sit down. 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 どうぞ。お手。お利口さんだわ。おかわり。お手。そう。お利口さんだよ。食いしん坊だからね。食いしん坊だね。私と一緒だね。朝が取るとね、自分で綺麗にしてみたい。嫌なんだよね。ちょっと僕は変わらいません。でね、いつも。なんか可愛いポーズだね。いやー、可愛いポーズ。お利口できるでしょ、お利口できる。だいぶ落ち着いて、よかった。すごいしっかりした肉球だね、あなたの。猫と比べるとすごいよね。まあ、すごい。これは、あれをやったらいいんじゃないですか。色紙にこう、あ、パパちゃんってスタンプ？うん、いい、いい。おかしい。ね、大きさ多分、ほとんど変わらない。冬は片付くぐらいかもしれないけど。ねえ、ほらほら。あ、だんだん調子あれだ、慣れてくると甘噛みして食べたくなっちゃう。食べたくなっちゃう。芋じゃないのよ。芋じゃないのよ、私は。こう見ると音の。ほんとよ。忙しいな、あなたは。食べると音の。やだ。いや。よかったね。足も調子大丈夫ですか？うん、足は大丈夫です。よかったね。ここだね。食べるといい子にするんだけどね。だけど食いしん坊ちゃんだからね。食いしん坊ちゃん。これわかるみたいな。これ何味ですか？これなんかあの、いろいろブレンドで。チキンは私が作ったんで、これは普通の餌。手作りの、あんた愛されてるね。手作りご飯、手作りチキン。いいわね。チキンが大好きなんです、ね。まあ、大好きなの。外の子には反応しないですよね。鳥さんにはね。大丈夫。そう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 、心配もしない。あの、だからあの座り方になるのが面白くて。関節が、関節がちょっとやっぱ弱いのかな。いや、弱い。股関節がちょっと弱いのかわかんない。でも痛そうじゃないですね、別にね。もう、しまちゃんが座れないじゃないですか、君。どこの席だね。お利口にゃー。お利口にゃのーい。もう。優しい顔ね。お利口さん、すごいお利口さん。すごいお利口さんね。すごいお利口さんじゃない。舐めてくれたらいいよね。噛みたく、ついつい噛みたくなっちゃうの。そう、甘噛みは好きな。うちの猫もあれですよ。あの、男の子の方が。ついつい嬉しくなると、ちょっと噛みたくなっちゃうみたいな瞬間がある。
はい、これしまちゃん座ってもらう。はい、ありますよ。静かにしていれば君。はい、旅行でも先で見てよかったね。いいってよ。すごいお利口だわ。私が食べたりして。お利口さんね。あ、お利口さんしてたらここにいていいってよ。お利口したらいいってよ。よかったじゃん。よかったじゃん。大いい学校学校ですね、そう。うん、しかもなんともない。しかもないわ。ね。はい、でね、でね。あ、かむ。かむお兄ちゃん。かむ私の味いいのね。うん。何の方がいいと思う？あ、お利口だね。今痛い痛いって言ったらやめてくれました。あ、ほんと？うん。ありがとう、優しい。だいぶ私にも構わなくなって。でも、全然違いますよ。1ヶ月前より。あ、そう。すごい。お利口サンドがブブブブブって。お利口サンドが。すごい。あんまり褒めるとね、なんかあれ。電信棒だからね。sit down でしょ。sit down down sit down down ちょっとダウンができなかったね。狭くてダウンがしたらいい。これまっさみてるのに本当ね、なんか本当食いしん坊だね。あっという間に拾ってられる量なんでしょうね、うん、この木から。そうそうそう、そんだけみたいな。ちょっと最初の頃ちょっと少なすぎたかもしれないんだよね。うん、それでなんかわかんないけど、なんか適正体重とか、ね、お医者さんとか本当はね、教えてくれて、25キロより太らすなって言われて25キロでうちに来たんだけど、うん、なんかちょっとお腹すきすぎて、あ、運動量が多くなったからうち、うん、お腹大好きなんです。あなた冷え性だよ、きっとあれね。胃がほら、胃が弱いから。そうそう。私も胃が弱いから、ポンポン大事に、ポンポン大事に。お尻とかも触られるの好きよね、あなたね。あ、いやいや、いやいや、大きいね。はい。あなたが上になっちゃったら、私起きれなくなる。ほらほら、熱いと息が止まった、起きれなくなった。腹筋が。ね、うん、残念。犬仲間と思われてる。ね、犬仲間と思われてる。おーでん、おーでん。で、ちょっとでもいい。今少し増えたかもしれないんだけど、うん、またね、お耳見てもらいに行くんだけど、全然かゆがらないのよ、うちに来てから。うん、耳もあれですか、ね、いや、なんか耳掃除に4ヶ月にいっぺん行ってくださいって言われたんだけど、うちでは難しいのかな。かゆいかゆいしないし、全然全然自分で分かっちゃった。うん、そうそう、大丈夫かもしれないけどね。だってね、うん、なんか麻酔したって言うんだよ、その前の。それで私そんなの絶対嫌だと思ってね、今ちょっと考えて、うん、うち昔垂れ耳系で、うんうん、普通に、まあ、ちょっと今オーデンは興奮でできないですけど、うん、壊れちゃうからね。耳ペロってやって、あ、そうなんだね、うん、やらせてくれれば大丈夫だ。ポットン100とかのありますね、うん、ちょっとこの、うん、化粧水とかこうやるように売ってるんだと思うんだけど、うん、本当は、うんうん、それでこうやって、あ、そうなんだ。うちの猫とかも毎日歯とか耳とかやります。そうなんだ。目とか、あ、そう、そう、すぐ使い捨てでね、小さいし、うんうんうん、なるほど。こうやってペロッとやって、うん、まあ、今は嫌だと思うけど食べたいから寝て気持ちよさそうの時とか、あ、ほら食べたい。あ、そうそうそうだ。で、なんかこう外、まあ、奥にあるとね、なんか手前に出てきたクローンだけ優しく、うん、取れば大丈夫だね。全然ガーゼでもいけますし、うん、そうなんだって、うん、
今日朝撮ってやんなかったからね。いつお前朝撮ってやんのかね、宮城がね。やでよ、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 おしゃれでつけてね。でも晴れてるとね、歩いてるのね。耳嫌ですよ。そうだね。マニキって耳掃除して帰るなって印象悪いからね、そこね。掃除のおばさんになっちゃうから。ほら、ガブリさんとは、フェイス入ったよ。ダウン、ジッダウン、パンパンパン、ね、ああ、おやつしか目がいかないね。おやつしか目がいかないのね、僕は。ジッダウン。じっとしててよ。ほんとおとなしくしててください。おとなしくしててください。そうで。そうじゃないと、プレイスしちゃうよ。いい？お母さんしてね。お母さんしてて。お母さんしてて。お母さんだね。寝ててもいいんだよ、ここでね。そうそう、外でね、ね、おとなしくしてればね。いいんだよ。大フィーバーのオーデンだったんですけど、少しお客さんが来ても一人だったらこうやっておとなしくできるようになってきました。まあ日々ちょっと私も扱いが慣れたということもあるんですけど、まあ、だいぶいい子にしてくれるようになりました。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ではまた。